MLB、ドジャース、パドレス、日本時間27日、ロサンゼルス。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は26日、日本時間27日、本拠地パドレス戦前に取材に応じ、負傷者リスト、IL、配備しているクレイトン・カーショー投手について数週間は出場できない見込みだとレギュラーシーズン終了を示唆した。画像、日本人メジャーリーガー妻が大開脚で衝撃ポーズ。 綺麗すぎ。カーショーは8月30日、同31日、敵地ダイヤモンドバックス戦に先発登板したが、左足親指の痛みで2回途中で緊急降板。翌8月31日、同9月1日、に左親指の国局で IL 配備していた。キャッチボールや傾斜を使っての投球は行っているものの復帰時期は未定となっている。チームはタイラー・グラスノー。 ギャビン・ストーン・両投手がシーズン終了。投手陣に負傷者が続出している。